大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。SOXLファングプラス失速と。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議スタートです。モッピーのポイントは現金に変わる。皆さんポイ活してますか？モッピー登録まだの方は説明欄にモッピー登録用の URL をね、貼ってありますので、そちらからね、ご登録してください。完全無料でね、登録の方は終わります。その後ですね、せっかくね、無料で手に入れたモッピーでお金を使わないとポイントがたまらないなんて言うんだったらね、やる必要がないと。モッピーで1円も使うことなくね、ポイントをザクザク貯めていく方法。第2の収入ポイ活、副業するより楽。動画の方を作成しております。こちらの方をね、確認していただいて、その後はポイントをね、ザクザクと貯めていってください。説明欄に URL 貼っておきます。NVIDIA AI 半導体買わないで中国が国内企業に支持ということで、今回はね、支持、お願いしますみたいなね、形になっているというね、ことで、中国、できるだけね、自国の半導体をね、使わそうと、なんとかね、自国の半導体、NVIDIA のね、半導体にね、追い越せということをね、喚起したいみたいですね。SOXL。ちょっとね、一日中弱かったというね、状態になっております。今回ね、問題点っていうのは、出来高が若干少なかったのと、前日ね、高値の方をね、金曜日で超えれなかったというところがあります。まだかろうじて、ボリンジャーバンド、プラス2シグマに乗っておりますので、来週しっかりとね、バンドウォークを起こすのかどうかと。空売りの方がね、伸びてきてるのがちょっと気になりますね。終値が 37.66 と、52週の高値 70.08 からは 50% 下落で 35.04 ですから、もうすでに 50% 下落ではないと、バーゲンタイムは終わってるということになります。微妙ですよね。37.66、40% 下落で 42.05 ですから、50% よりは少ないですけれども、40% よりは多いということでね。さあ、ここでね、買うのか買わないのかということで、私は買いませんよ。すでにね、仕込んでいるということで、ここからは順張り投資家さんの腕の見せ所でしょうか。32株保有はプラス 20.49。59株保有はプラス 22.34。86株保有はプラス 32.72 と、しっかりとね、伸びてきているということになりますんで、来週10月にね、突入していくんですけれど、アノマリー通り下がっていくのかどうか観測ね、していきたいと思います。テスラ2倍ブルですね、こちらはいい感じで伸びているということで、出来高は少ないんですけれども、しっかりとね、バンドウォークを起こしているのかなと。ただこちらの方もSOXL同様、前日のね、高値を超えれていないというところがね、若干一抹の不安を覚えます。空売りの方もね、高まったままということですね。はい、今、テスラ2倍ブルを買うのか、買わないのかということでね、考えていきますと、終値がね、13.71 ということでね、もうこれは 40% 下落の 12.66 はもう終わっておりますよね。バーゲンタイム終了と、30% 引きの 14.77 にね、近づいてきているということになりますんで、これだったらSOXL買いますよねと。374株保有はマイナス 6.16。あとわずかでプラテンです。150株リバランスが終わっております。テスラ2倍ブルー 84.48 のね、驚異のパフォーマンスを叩き出しつつありますと、100% 上昇まで行くのかどうかということで、アメリカの国債の方ですね、2010年以来の長期でね、上がっていると。大幅利下げ観測で買いが継続しているということですね。米国債トータルリターン指数5ヶ月連続でプラス2と。2024年末までに利下げ幅75ベーシスポイント市場は織り込んでいると。ほんまかいなと。この75ベーシスポイント利下げがある確率は 50% だって書かれていたんですけれど、いや、50% って結果、どちらになるか分かりませんと書けようと思うんですけれどね。TMF ですね。52週の最安値 38.3 には戻らないと。100% 上昇で 76.6 だと書いてから下がっておりましたけれど、なんとかね、今週踏みとどまって上昇の兆しを迎えております。このままね、しっかりと再度60ドル台をね、更新していくというふうに考えております。DPST ですね、踏みとどまってるような気もするんですけれど、レンジに入るというようなね、状態、レンジに入ってからの向こう側、10月のアノマリーを考えると下がっていく方が確率が高いんじゃないかというふうに思いますので、下げたところは買いですかね。QLD、こちらもちょっと失速しております。ボリンジャーバンドプラス2シグマに弾き返されたようですけれども、来週以降ね、しっかりと伸びていくのかどうかというところでね、まだ下落トレンドということではないと。1日遅れで出ますレバナス基準価格は 42,274 円まで復活しております。設定来最高値は 46,178 円です。さあ、ドル円の方はね、石破さんになったということでね、急激に円高の方に振っておりますけれど、週明けもね、この傾向が続いていくのかどうか、要観測ですね。10年債の方は、じわっとね、また下がり出すのかなというような気がします。2年もの10年もの逆イールドは解消してから16営業日経っております。あとは20年もの30年もの逆イールドが準イールドにいつ戻るのか、しっかりと確認していきましょう。ファングプラスはね、QLD と比べてもチャートが明らかに弱いですよね。若干レンジに入りながら下方向に行っているのかなというような状態です。1日遅れで出ますファングプラスインデックス 56,765 円まで回復していると。レバレッジ型の投資商品は長期保有に向かないと言われておりますけれど、長期積み立てに向かないだけだということで、それをね、証明していくと。今年リバランスが終わりましたテスラリバイブル、驚異の 84.48% まで伸びてきております。イツキレバナス、2023年1月から12月積み立てたものは 77.56 と、1年かけて積み立てたものが、今年リバランスの終わったテスラリバイブルにパフォーマンス負けているというね、この現実ですよね。2022年10月底値付近で手に入れたソクルは、プラス 443.51% ということに、なっておりますので、いかにね、安く仕入れた商品たちっていうのは、元指数のね、商品たちを大きくアウトパフォームするのかというところ、これからもね、どんどんと見ていただきたいと思います。そろそろね、テスラ、ソクル、どちらかがね、売れると思いますので、売れれば実現損益に変化が出てきますので、しばしお待ちくださいと。利回りの方ですね、こちらは先ほども言いましたけれど、12月までに、マーケットは 0.75 の利下げを要求していると。FOMC メンバーは 0.5 だと言っています。このね、ギャップがどのような株価債券、ドル円にね、影響をもたらしていくのかが楽しみと。来週なんですけれどもね、ISM などが出てきますし、耐久財、失業率も出てきますけれど、雇用統計もね、10月の4日金曜日に出るということになりますので、この一つ一つのね、イベントを乗り越えていって、しっかりと株価、債券、ドル円が、上昇していく、下落していくというところをね、観測していきたいと。10月10日にはロボタクシーの発表があって、10月16日、日本時間では10月の17日の朝ですよね、テスラの決算が控えているということになりますので、10月もね、中ぐらいまで、このね、テスラ、ロボタクシー決算というところでね、乱高下があるんじゃないかと。ロボタクシーまでにね、ポジションを軽くするのか、それともロボタクシーまでにね、ポジションを増設していくのかどうか、投資家さんの腕の見せ所と。絶対に負けない取引。株価が下がれば含み損増えるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。ただし、安くなったところで大量スポット購入。株価戻るまで余裕ぶっこいて観戦。株で勝つためには入金力、これしかない。そりゃそうですよね。安くなったところで購入できるね、資金を残しておかないとということで、高いところでいっぱい買って、安くなったら買えない損切りだとかってね、言って、損切りしてまたね、安いところで入り直す人たちもいますけれど、初めから安いところでね、購入できるスポット、購入代金、用意しとけよという話です。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。